時再び出会えたことは運命なのか奇跡なのか、それともただの偶然なのか。これからどうにもならないと知っていて分かっていて、お互いずっといい友達だってね。僕はこれから何をしてあげられるの、あなたに。時々ラジオからあの歌が聞こえると、涙が出ると、どうしてなのかわからないって言ってた。それから二人会うたびに一枚ずつためらいつつ、ページをめくる昔の思い出。僕はこれから何をしてあげられるの、あなたに。さよならへ続く道でも、あなたを傷つけないこと、それだけが僕にできること。あなたを愛しているから。優しさがすれ違い、闇の中と怒りの中と、行き交う言葉届かない心。それでもあなたのことを思い、永遠にと明日までと、二つの間さまよっている。これから何をしてあげられるの、あなたに。さよならへ続く道でも、あなたを傷つけないこと、それだけが僕にできること。あなたを愛しているから。さよならへ続く道でも、あなたを傷つけないこと、それだけが僕にできること。あなたを愛しているから。